さあそれでは続きをやっていこうと思います。今回は西部警察レース&ダイキャストギミックモデルを作る92巻となっております。さあやっていこうと思います。寒いね。あ、手が汚ねあのクロサフ吹いててピチャってついちゃってあーってなったやつです。すいません。ということでですね、今回92巻何やるの。リアカメラ、リアフェ、リアシェルフパネル、リア内張り、リア内張りの取り付けかな。これをやっていこうと思います。では行こうね。パーツいっぱいだよ今日。ということで急いでやっていこう、時間がないね。とりあえずね、リアカメラとリアシェルフパネルの取り付けってやつをねやっていこうかなって思います。中身はこんな感じです。開ける。うん、なんでナベさんそんな今日テンション高いの。明日休みだから明日休みなんだけど、休めない休みなんですよね。もうね、やっぱりこうね、なんていうの、あれなんですよ。ちょっとね、忙しいふりしてるんですよ。時間の使い方が下手くそすぎてさ。これをとりあえずつけて接着しますって書いてありますね。ということで接着しましょう。こうやってやったらここの間に流し込みでつけていきますかね。手荒れがひどいね、すいませんね、お見苦しくて。もうこればっかりはちょっと私もどうしようもないのでね、ちゃんとケアしてるよ。昨日も寝る前にね、視聴者さんにいただいたハンドクリーム塗って、おやすみっつって言ってね、お布団に入ってからね、全然眠れなくてね。よし、できた。これがカメラか、これがカメラなのか、でこれがリアシェルフパネルってやつか。これですね、なんかすごいね、こう見てのこれをこうつけるよと。で裏からネジで留めるよ。ネジは、17番のネジで留めるねって書いてるから、17番のネジは黒い大きい方ですね。2種類ネジが入ってるので、2種類、もう1種類が見当たらない。どっかに入ってんのかな、もう1種類。あ、違う、この中に入ってた。さっきまでカッターナイフを使ってたんですけど、これを開けるためにあった、うん、皆さん手荒れ大丈夫？お前に心配されるほどひどくはねえわ。いや、もっとひどい人ひどいからね。もうここさあ言うから、これは痛い痛い痛い、見るだけで痛くなる。治らないんで。ヒビケアとかなんかいろいろさあるけどさ、それ使いやいいんだけどさ、なかなか使わない。アホです。ちゃんとこれを今度締めて、クイ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 ッと。カメラ、カメラで、これをもう今つけるのちょっとこれ大変なんですけど、机の上この状態でやれっていうのは。でその後ネジでこれで止めろっていう風になってるから、ちょっと今場所作るでね。説明書が、なだれが。これをこう見てのネジなくさないようにね、こう見てのこの前さ、これまあいいや、なんでもない、やめとこう。これをここにつけろよ。ちょっとほこりかぶっちゃってさ、部屋の掃除したり、部屋の掃除っぽいことしてたらさ、ぽいことなんだわ。部屋の掃除と言えるほどの部屋の掃除になってない。あ、これなかなか硬いやつじゃん。こっちからこうやって入れれば入るか、入るか、はい、グッとこうやってね。で後ろから止めるよとは書いてあるんだけど、書いてあるんだけど、これ絶対大変なやつだよね。何が大変って、ひっくり返すとさ、ここにあのもうさ、パトランプとかさ、カンテラっていうのついちゃってるからさ、それを痛めそうで怖い。こうパネル来ねえかな、パトランプのね。こうやって抜けて、この今つけたここの穴、どっちだっけ、内側、ここですね、ここにつけるよって。あ、浮いた、浮いたなら、ちょっとやめて、先に上からつけよう。ちょっと待ってよ、今一生懸命やってるから、ちょっと待ってよ。これこれ、よいしょ、上のここのやつね、ここの上のここのここのこれで、
本当はアングルを変えてさ、鍋さんが映るぐらい大きくさやろうと思ったんだけどさ、鍋さんなんか見たくねっていう人がきっといっぱいいるからやめた。お前の部屋着なんか見たくねえんだわって。前髪超長いし、いいもん、もう髪の毛予約したもん髪の毛予約したってなんだ、美容院予約したもん、明日行くもん、うん、年内には切ろうと思っててさ、じゃあ年内にはもうね切っておこうと思ってね、えあまりにもさすごい頭してるからもう今で、これをダクトみたいなやつだね、これを2っていう数字のこのちゃんと向き、これ指がお前汚くて気になるわって、これをバリが出てる、よし、ふふ、こう向きにつけるよと。2って書いてるよね、2って書いてるよね、入らないんですけど、やだ、どうしよう、ここで中断はやだよ、この向き、お、ま、なんか見間違えてるかな、この向きだよね、じゃあ説明書見せようか、こうやって書いてる、ここに2って書いてる、ここに2って書いてる、でこっち側にこの寄りが左にちょっとこうこっちに、ね、こっちこうなってんだよね、でこっちの絵見てもこうなってんだよ、こっちは間違ってないと思うんだけどこれが間違ってんだよな、ね、これだって2って書いてるじゃん、こうやってこう向きに、だけどこのぼっちが右に寄ってんだよね、これどうなんだろう、反対につけたら違うとかってなるわな、だって向きがおかしくなるもん、どうしよう、もう一個のダクト見てみようか、2つ入ってるから、まさかそっちも2って書いてないよな、これ絶対違うよな、これ後で修正のなんか入るんじゃないのかな、ね、これ1って書いてある、これに逆向きか、あれ両方違うじゃん、両方違う、違う、多分1は合ってんだろうな、どうしよっかな、こういうの困るな、だから1の方で言うとこれでしょ、1って書いてるね、1って書いてる、で1って書いてある、これはきっとこのままストンと入る、ほらね、向き的にこういう風になるっぽいんだ、だけどこれやっぱりこれ間違えてんだろうな、わかんない、鍋さんが字が読めないだけなのかもしんない、やべえ、こんなところで時間食ってる場合じゃないんだが、いやどう見ても違う、やっぱこれ逆なんだろうな、こういう向きなんだろうな、金型の向き間違えたんだろうな、そうだろうね、そうしておこう、2箇所の、やっぱそうだよね、絶対間違ってる、これで済むからこれにしておこう、ちょっと頼むよ、なんかこううまくくっつかないんだよ、流し込みが足りないか、ちょっと頼むよ、こういうの知らない私からすると不安になるから、
はい、次で今度も2って書いてる、ハンドル2って書いてる、見える見えるね、2って書いてる、これはこう、これは合ってんだ、当たりのこの大きさがね、あからさまにこうなってるからね、こうやって入れて、これも接着しろと書いてありますね。なんかここは接着するって書いてあるけど、接着図じゃなくても別にいいような気がしたんだけど、接着したところが見えにくくなるように下から流し込んでおくかね。ね、下からやっとけば見えにくいじゃん。こうやって下からちょっと流し込んでおけば、ね、だいたい見るときってこっちからこうやって見えるからさ、それで良しにしておく、それで許してあげよう。で、そうしたらこんなものがついてる。これをこれも接着してねって書いてある。こうですね。あ、またなんか下で悪さしとる。ユーズかな、稲荷かな。なんか下でガチャガチャ今音がした。さっきはね、叱ってやったんだよ。こらーっつって。悪いことしたからさ。まあ、悪いことっつっても、たかが知れてる。たかが知れてねえよ。石をガシャンってやりやがって。石をそんなところに置いとくね、自分も良くないんだけどね。あの石ってあるじゃない、なんかあの綺麗に光るような石、アメジストみたいなのだとかさ、水晶だとかさ、そういうのさ好きでさ、そういうのをのこう置いてあったらさ、ザラメの中にこうやってポツンってこう水晶の玉とかさ、アメジストの玉置いてあったらさ、それガシャンってやりやがってさ、ポケローメーって言って言って、まあね、動物だからね、手は挙げないけどね、怒ってやったらシュンとした顔してやがったもんで、あれ分かってんだよねきっとね、なんかそわそわしてたもん、あ、なんか悪いことやらかしちゃったみたいな感じでさ。ユズはさ、上の猫はさ、なんかすごいシュンとしてさ、なんか申し訳ねえみたいな感じになるんだけどさ、下のさ稲荷はさ、もう全然なんか申し訳ねえの気持ちを全然なくて、怒っとる最中にもちょっともう一回手出しに行こうかなみたいなさ、変なチャレンジ精神があるからさ、あんにゃろう。でさ、こうやってさ撮影してさ、あの下にさ行くとさ、ちょっとこう放置時間があるわけじゃんね、撮影今こうやってやってる間で、下行くとさ、いいとか言って言って、なんかすげえ超猫だ、猫なで声で近寄ってきやがる、あんにゃろう。これは接着剤使わない、ネジで留める。だけどこれ結構硬いんですけど大丈夫ですか。今接着したところが取れそうなんですけど、あ、ちゃんと入った。かわいいね猫ね、超かわいいわ、いつも元気だし。出かけてるときさ、昼間仕事行ってるときとかさ、寒くねえのかなとか思うけど、意外と元気だから、まあエアコンとか暖房つけずに出かけちゃってるけどさ、これ全然はまんないんですけど、てかここにこう指をかけて、これあ、こうやって閉めてっちゃえばいいのか、結構深いぞ。やべえ、今日長い動画になっちまう。いや、結構硬い。さっき接着したところが取れないかが心配なんだよね。あんまり無理なことしてさ。いや、っていうか全然入っていかないんですけど。硬いの、なんか。なんかやっぱり91巻っていうだけあってさ、もう終盤じゃん、かなりの。なんか、あ、嫌な予感。破れた。
これさ、ちょっとネジ長くね、自分のやり方が悪いのか。もうちょっとこのまま触らないとこ、このままにしとこう。これ以上触らない、ちょっと危ない。今なんかブチって破れたような感じがしたから、怖え。なんか今ちょっと柔らかかったな。まあいいや。でこれをこっち向きにしてのリアの窓ガラスですね。ここにこうつけてちっちゃいネジで止めるよと。ちっさ。小さ。ほい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 。みんな連休決まった？やること。あ、時間。あ、まだ意外と大丈夫だったね。よう喋ったからなんかすげえ時間経ってるかと思った。なんかやること決まった？連休中。俺は決まっ、鍋さんは決まったぜ。掃除。掃除。よし、できた。絶対逆絶対逆。なんで今やってて全然思わなかった。喋ることに夢中だったわ。逆だよ。何やってんだよこの時間がねえ時に。なんかおかしいなって思ったんだよな。つけてる時なんかちょっと違和感がめちゃめちゃあったんだよな、なんで外に飛び出てんの。窓ガラスこっち向きでしょうよ。ああいいね、収まったね。やること何か決まったね。え、連休中になんか私はこれをやる、俺はこれやるみたいなさ。でも今受験の人大変だろうね。今ねこれからこの時期ね、ちょっと最後の何追い込みというか、なんというかなるんじゃないの。頑張ってね受験の方ね。まあちょっと疲れたなと思った時にね、鍋さんのね動画でも見てね、あ無駄な時間過ごしたなと思ってくれれば、ね、これで OK か。でこれをサイド引っ越し、これをこれ接着剤でつけることになってんだ。この内側に、この内側ねにつけるらしいんだけど、こうやって接着剤でねつける。ああガチンって入った。ああだけど、あーそうか、だけどそういうことね。はまっちゃったよ。ちょっと待って、これね流し込みじゃ無理だからちゃんとした ABS 用のやつでやろう。よっ、ネチネチネチ。もうすごい糸引く。ちょっとこれもうダメなんだろうな、乾いちゃってね、ネトネトするんだよ。なんか二次災害が起きそうで嫌だな、怖いな。あのこの糸を引いたやつがさ、変なプラスチックのところについてね、変な災害が起きてしまうという可能性がある。でこれを窓ガラスを一旦外に通してから、こっち向きにこうやってバチッと当ててあげれば多分入った。バチッ、大丈夫大丈夫、入った、ちゃんと。そうすると中が こんな感じになるよという感じですね。なんか綺麗にはまったよ。バッチリ合いが、合いのなんかこうね曲がりみたいに、まあ要はなんだ、あのねじれてるとかなんかそういうのもなく綺麗にできた。いい感じ、すっげえビビるぐらいいい感じにできてる。
窓の枠もこうピシッとはまってるしね、完璧だわこれ。よし、ということで今日はこの辺にしておきますか。と言ってもですね、これ後から次反対側をやるだけで、あのどうでもいい話が長く続くだけになっちゃうんで、今日はねこの辺にしようかなと思います。サムネこんな感じ。これ邪魔、お前ら邪魔、ここという感じでですね、あのまたね反対側はねちょっと隠れてコソコソでやっておきますのでね、またその際見ていただけたらと思います。次回93巻なんですけど、リアウィンドウとトランクリートの取り付けとなっております。なんかフォトギャラリーっていうのが入ってて、西部警察ベストショット集っていうのがある。ちょっとそれなんか楽しみだな。よし、ということでですね、ついにねこれで92巻がね終わったということで、残りね7巻となっております。すげえ楽しみでございますのでね、またね見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。